ジャック・パランスはアメリカ合衆国の俳優。本名はベロデマ・ポリニック、ペンシルベニア州出身で、両親はウクライナからの移民。1940年代はプロのボクサーであった。第二次世界大戦中は B-24 のパイロットとして従軍、火災で怪我を負って顔に整形手術を受けている。大戦後にスタンフォード大学で演劇を学んだ。 1950年に映画デビューし、1952年の突然の恐怖と翌年のシェーンでアカデミー助演団優勝にノミネートされる。その強烈な悪の強い個性は、たちまちハリウッドを席巻し、世界中からも注目の的となっていく。その背景には、繊細によって顔を成形したという影響が少なからず関係しているといえ、くしくも、 コンプレックスとなるはずが、怪我の巧妙に転じた。1950年代後半は、異色戦争アクション、攻撃に主演。売り出し中のアンソニー・パーキンスと共演した、ロンリーマンもヒット作となる。以降は、残忍な悪役ばかりではなく、精悍な指揮官役や癖のあるヒーローなど、他の俳優が演じられないような難しい役柄を、こなしてゆく。年代は、 一時ヨーロッパに招かれ、フィルムノワールや、ヌーベルバーグ系の映画に出演。コダールの、軽別を、はじめ、一色作に意欲を見せ、性格俳優としても開眼する。1970年代、刑事物の人気 TV ドラマ、刑事ブロンクシリーズで主演し、日本でも、お茶の間で親しまれた。その後は、しばしば、B 級作品やビデオ映画、チープホラーなどに主演していたが、 1987年、パーシー・アドロン監督作、バグダッドカフェで久々に復活。ヒロインに思いを寄せ、老いてもなお生きる活力を求めようとする老画家役を演じた。その後もコミカルな役柄など、これまでにないキャラクターに挑戦、新境地を開いていく。1991年のシティ・スリッカーズでアカデミー助演団優勝を受賞した。その際、 腕立て伏せを披露するパフォーマンは語り草となっている。3年後には同作品の続編でも顔を出した。2000年代に入ってからも TV、映画両面で活動を精力的に続け、潮風のサラさん、冬の終わりやナイトビジョンなどではミステリアスな老人役を演じた。2006年11月10日、老衰のためカリフォルニア州の自宅で死去。87歳坊 作家、チャック・パラニュークの登園のおじにあたる。サム・ペキン・パー監督、スティーブ・マック・イーン主演のゲッタウェイで、アル・レッティエリーが演じた。ルディアクは、当初の予定はパランスが予定されていたが、ギャラの問題などで実現しなかった。ありがとうございます。